はい。で、また続きなわけですね。ハートカミオンの概念ですね。なんだかセレのことがあることがあるね。なんだこの感覚は。恋じゃない。今更かいっていう。まさか俺、サリのことが。あ、またぶつかった。またかい。痛い。どういうことなのこれ。もうなんか、感覚ないのかな腕らへん。待って、これ同じこと繰り返してるね。そういうものだよ。間違った。あ、またセールだったのか。ごめんなさい。私、よくいろんなものにぶつかっちゃうんです。ひどいな、これは。昔からそうだったよな。そうだったんだ。よくいろんなものにぶつかって、これで泣いてたな。あなたは一度、転んで泣いてる私に手を差し出してくれましたよね。一度しかないんだ。それでも、覚えてないぞ。私はちゃんと覚えています。そんなことあったかな。なんで俺こんなドキドキしてんだろう。でも変わってないんですね。そうかな。それがすごく気になってるな。今だから言えますけど、あの頃私あなたに憧れてたんですよ。いいですね、これはね。まあね、こういうのありますよね。こういうなんかこう、大学とか入ってからさ、こう実はあの時みたいな、よく、ほんと、なんか作り話じゃなくて、ほんとにこういうのありますよね。もったいないんだよね、その時は。なんかね、バチクションみたいな。いい雰囲気だ。せいぜい俺の告白を全く違いない。それもそれでどうなの。今は、好きじゃないからこそこうやって今言うっていうところもありますよ。よし、行くぞ。俺、シャレな言葉。ダメじゃん、指輪あっちゃう。そう、その指輪これですか。これは私を守ってくれる宝物です。今もう好きって言っちゃったよ、ね、大切な人からもらった大切な指輪なんです。ありゃ、大切な人からもらったさゆりを守る指輪だって。婚約指輪か。短い声だったな。私が何とか言いかけてませんでした。あ、聞こえてなかったんですね、そこはね。俺、さゆりが好きに興味があるか聞きたかった。苦しいぞ。スキーですか。はい、毎年カナダの別荘でスキーをするのがとても楽しみなんです。金持ってそうだね、なんかね。毎年カナダの別荘でスキー。そういえば、さゆりの家ってすごいお金持ちなんだよな。いけない。私、青森の親戚のところまで挨拶に行かなきゃいけないのに。遠いな、ここ。多分東京かどっかだろう、これ。青森まで行くの遠いよ。親戚に挨拶、結婚の方向に行くのか。そんなに話が進んでるとは。今から出たんじゃ、今日中にはつけないわ。しゃあないよね、これは ね、 ね、明日だね。あ、違った。それなら俺のトラックで青森まで連れてってやるぜ。人が良すぎるんですよ。悪いです。ぐだぐだ言ってる間についちまうよ。さあ、こっちだ。いや、優しいわ、これ。本当に運ぶの、これ。マジか。さっき、飛ばすからしっかりしてるでしょ、けど。あ、そっか、ストーリーで、本編の方で私ね、助手席のね、シート外してるんだよね。なるほど、こういうところでついつまが合わなくなるから、車で。飛ばすんでしょ、これ。え、いるの敵。なんだおめえ。そうなんだ。なんで。あれ、ちょっと先に行くぜ。うん、めどっちいっすね。
なんとか勝ちと。まあまあ悪かな、普通。あ、駅前だから。まあまああるか、目なんて。またちょっと次回ですね。ここで終わりにして。